カールツアイスコシナブースの前です。永田さんにですね、今年の目玉商品を伺ってみたいと思います。永田さん、よろしくお願いいたします。はい、ですあのカールツアイス永田です。どうもいつもお世話になってます。はい、今年は何といってもこのオータスですよね。そうですね、はい、昨年9月でも取材していただきました、はい、ボトキナの時に、はい、発表させていただいた、オータスの、はい、85mm、はい、いよいよ日本に発売ということで、はい、4月発売予定してるんですけども、はい、今回展示させていただいてます。また貸し出しコーナーでですね、はい、実際にカメラをお持ちいただければ試していただける商品もお持ちしてますんで、はい、ぜひお試しいただければと思ってます。はいはい、これやっぱ何といってもこう圧倒的な解像感というか。そうですね、以前もお話したかと思うんですけども、はい、まあ、オータスの商品コンセプト自体がもう何しろ妥協しないで、はい、もうベストレンズを作ろうということで、まあ、その価格コストですとか、サイズ、重さ、もう素材、そういうのも全て制約を取り外してもうベストレンズを作るということで、まあ、120年間以上 のツアイスの光学設計のノウハウをもう全て、注ぎ込んで作った商品で、まあ、結果としてですね、はい、中盤に匹敵する、まあ、画質、あるいはその中盤的なルック、そのぐらいのカメラにも耐えるってことですね。そうですね、はい、DSLR の、まあ、例えば3000万画素、はい、D810 とか、はい、今回発表させていただいた 5DS、はい、5000万画素とかですね、そういったものと使っていただければ、おそらくもう中盤と匹敵する画質ルックが、うん、こちらの方で、はい、楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、はいはい、あとこちらがですね、ソニー E マウント用のですね、6シアシリーズになります。すでにもう発売になってますけども、こちらが 35mm の F2 ですね。それとこちらが 50mm の F2 というレンズもこちらで展示されております。